全身美和温熱法医師として昭和期の漢方復権に尽力しまた東洋医学の発展に貢献したゆえ大塚隆節先生その大塚隆節先生が根虫院の河の大慶善寺に会われた時の話が漢方と民間薬百科主婦の友社官に載っている私の治療していた婦人の腹水がたったの1回 禅師の,の治療法は、琵琶の葉に、墨で、おけいの文句を書き、それを火鉢であぶりながら、まず、患者の腹をさすり、次に、それぞれの患部をさするのであった。一人の患者の治療に要する時間は2、3分であった。この場合、琵琶の葉の効果のほかに、禅師の精神力が、 病気の治療に大きく働いているように私には思えた。ところが私はその後、がんの患者で胸部がひどく痛むものにビワの葉に墨を塗って火で炙り患部を温めるだけで疼痛の軽くなるのを見た。もちろんがんが治ったわけではなかったのでその患者は死んだけれどもあの激しい痛みがビワの葉で軽くなったということは不思議であった。 アメリカの生化学者エルイスト・クレブスフ氏は2代にわたってアミグダリンの効果について研究をされましたアミグダリンは別名ビタミン B17 とも言われますがんの治療法の一つであるレートリル療法に用いられるアミグダリンアミグダリンは現在アメリカ14の州で治療薬として認められていますアミグダリンの発見は アンズの種に由来します。一説によると長寿で有名なフンザの人々がよく食べるあん料理にきっと何かヒントがあるのではないかという研究が発端といいますこのアミグダリンという成分はバラ科の植物の種子などに共通して含まれていますあん桃梅さくらんぼリンゴそしてウィワがあるのですどう博士によれば アミグダリンの正眼作用は次のとおりです。アミグダリンが体内に入ると、がん細胞の中に、多量に含まれている β グルコ c o シターゼという特殊酵素によって加水分解され、生産とベンツアルデヒドとに有利。がん細胞は、この2つの物質の相乗毒性により破壊されてしまうのですが、正常細胞には、ローダネーゼという保護酵素があって、両物質を、 無害な物質に変えてしまうため影響を受けないそんな夢のような治療法があるのだろうか私は専門の機関にビワの葉の成分分析をお願いしたことがありますビワの葉にアミグダリンがどれぐらい含まれているのか結果は成分は検出できずでしたそれでもひとたび文献をたどればビワの葉の薬効は至るところ 続々出てくる強いて言えば琵琶の葉は東洋の引用思想で言うところの客員性なので陽性に偏った実証タイプの癌を打ち消す作用があるのではないかと考えます。今度は「熱」の作用について HSP 第4章でも書きましたが人体の熱に対する反応は用い方次第ですこぶる健康に寄与します。 専門の研究機関であるハイパーサーミア学会のがんに対する効果は興味深いものがあります熱ショックによってがん細胞のマーキング目印が起こることで白血球他の働きに有意な差が出てくることが分かった結果として活性化された白血球はがん細胞の排除に強力に促進するといいますがん細胞は 43度で死滅すす。るという定説があります実際に体温を43度まで強制的に上げる西洋医学の治療法もありますが成果は芳しくないようですなぜでしょうか私が思うには熱によって交感神経が刺激されなお極度に高くなればそこには「貝」の状態がない心地よく感じないということです 心地よくないものは体が否定しているというのが私の持論ですから「貝」の状態でない必要条件を満たさない高結果は期待できないそれを解決するのが全身ビワ温熱法ですビワの葉から得られる抽出エキスを首から下の全身に塗って半身大のホットパックで体を温めるという両方ホットパックの温度は60度近くに上昇します 通常何もしないでかゆたかする場合60度近くという温度は暑苦しく感じるはずですところが琵琶の葉のエキスを全身に塗ることで暑苦しさがやや緩和されるのです琵琶の葉の陰性つまり冷たい性質が体感温度を下げているものと思われますこの琵琶温熱法は心地よく行えるというのが特徴です 摂脅威の敗読健康法玉出版にも詳細が書かれていますのでそちらも参考にしてくださいウィワのハエキスの作り方1果実酒を作る4リットル瓶を用意する2ウィワの葉を小さく刻んで瓶の中に入れ消毒用エタノールで漬ける漬ける量はウィワの葉に対してエタノールがひたひたの状態まで 1>, 1ヶ月経ってから使ったビワの葉の実を取り出す4、2と3を合計3回繰り返してつけるつまり3ヶ月で出来上がります。アススタリスク、出来上がった状態のエキスを原液エキスとすれば実際の使用は原液エキスを20倍程度のぬるま湯で薄めて使いますビワ温熱法のセット1マットレスまたは 分厚い布団を用意します。2マットレスの上に肩から下の位置にくるよう半身台のホットパックを置きます3その上にマットレス全体を覆うほどの幅の広いビニールをかぶせます4温熱法専用着衣古い肌着の上下で良いに着替えます5洗面器でビワの排気スの原液50から 60cc 入れぬるま湯1リットルを加え混ぜます 6マットレスの上で首から下の全身に5で薄めたビワの排気スを塗ります7敷いてある幅の広いビニールを首から下の全身を包むようにしっかりとかけます8さらに上半身も首から下にかけて半身大のホットパックをのせます9温度が逃げないように上から毛布をかけます首は バスタオルで覆い外気に触れないようにします。美和温熱法の施療時間。基本的には美和温熱法を受ける本人が気持ちよい時間とします。目安としては30分。ただし体質に合わない場合は気持ちよさがありませんのでそのような時は行わないでください。